ソノラはアメリカ合衆国カリフォルニア州ドルミ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2000年国勢調査での人口は4423人だったが、2010年では4903人と10.9%増加した。ソノラは軍内唯一の法人化都市である。ソノラはカリフォルニアゴールドラッシュの時にメキシコのソノラ州から来た鉱山市の名残が設立し、 カリフォルニア州のマザーロードで産業と交易のブームの中心だった。伝統的な工業技術で取り出すことのできる金の大半はすぐに抽出され尽くし、鉱山種はより深い場所にある水晶や金を掘り出す。ためにより複雑で費用のかかる工業技術を使うようになった。ソノラや当時の他の鉱山町は金の価格が下がった時に経済的な苦境を経験した。 金鉱に簡単に接近できる方法がなくなると事業家や鉱山市は金を抽出するために金の価値以上の費用がかかることを認識するようになった。金フィーバーが死滅するとそのらの規模と人口も時間とともに確実に縮小していった。現在ある市内の博物館はゴールドラッシュの時代とそのらがどのような街であったかを住人や観光客に思い出させてくれている。 ワシントン通り北沿いのカリフォルニア州道49号線、ソノラは、北緯37度59分4秒整形120度22分54秒、北緯37.98444度整形120.38167度、37.98444-120.38167に位置する。 カリフォルニア州道49号線と同108号線交差点の近くにある。標高は1825フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.0平方マイルであり、すべて陸地である。ソノラの冬は冷涼で雨が多く、夏は暑く大半は乾燥している。1月の平均最高気温は、下市54.5度、最低気温は、 歌詞33.5度である。7月の平均最高気温は歌詞94.6度、最低気温は歌詞58.8度である。年間平均で下詞90度を上回る日は75.5日、歌詞32度を下回る日は52.2日ある。過去最高気温は1961年6月22日の下詞113度。 最低気温は1972年12月9日の下市8度である。年間平均降水量は32.07インチであり、計測可能な降水比は平均して年間60日ある。雨の大半は11月から4月の間に降る。夏には時として午後や夕方に、シエラネーバダ山脈から流れ降りてくる雷雨がある。最も雨が多かった年は、 1>, 1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1955年12月の21.69インチ24時間雨量で最も多かったのは同年12月27日の7.10インチだった。年間平均降雪量はわずか4.7インチである。1ヶ月間に最も降雪が多かったのは1933年1月の30.5インチだった。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ソノラの経済は大半が観光産業で持っている。ソノラで唯一創業していた製材所が閉鎖されて多くの人々を失業させた。コロンビアコミュニティカレッジがトールミ軍で唯一のカレッジであり、純学志望を提供している。大学への進学を望む者は50マイル離れたマーセド軍マーセドにある。 カリフォルニア大学、マーセド校あるいは、スタニスラウス・グンター・ロックのカリフォルニア州立大学、スタニスラウス校まで通学する必要がある。トゥオルミ軍長者は、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されているカリフォルニア州議会では、上院の第14及び、下院の第25選挙区に属している。連邦議会下院では、カリフォルニア州第19選挙区に属し、 クック投票動向指数では共和党プラス10となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。ドールミ軍映画委員会はソノラを国内で最も融通の利く場所の一つと表現しており、300以上の映画やテレビ番組が制作されてきた。ありがとうございます。